メディアがワリエワラ出場の自前大会を絶賛世界選手権は退屈な大会と国評。フィギュアスケート世界選手権21日開幕フランスモンペリエと同時期にロシアの国内大会チャンネルワンハイ24日開幕サランスクが開催されることとなりロシア側が早くも勝利宣言を出した。写真トルソワのバッキバキ腹筋。 ロシアによるウクライナへの軍事侵攻により、国際スケート連盟、イスはロシア選手を国際大会から除外することを決定した。これに対して、ロシアフィギュアスケート連盟、FFKKR はチャンネルワンハイの開催を世界選手権と同時期にぶつけ、北京五輪金メダルのアンナ・シェルバコは17、銀メダルのアレクサンドラ・トルソワ、17、ドーピング問題に揺れた。 カミラワリエワラ有力選手が出場する見通し、両大会のガチンコ対決の行方に注目が集まっている。こうした中、ロシアメディアチャンピオナットは制裁へのエレガントな対応ロシアは世界選手権の最中にスーパートーナメントを開催すると題する記事を掲載。チャンネルワンハイはモンペリエの退屈な大会、世界選手権を視聴率で打ち負かすことだろう。 我々はこの大会を完璧なタイミングで開催すると報じた。さらに同メディアはロシアは選手への不公平を許さず、最も潔い方法で制裁に対応した。低視聴率、低競技力で何の興味も湧かない大会というのが世界選手権の観客を待ち受けている。私たちのショーツアーは世界中の何百万人もの人々に見てもらえることになると、ロシア国内大会の圧勝を宣言した。 その上でチャンネルワンハイはフランス大会では味わえないハイレベルな戦いとともに選手たちは良いムードに包まれることだろう。ロシア選手の欠場により世界選手権への注目度は著しく低下する。男子トーナメントを除いてすべての種目でトップ選手がいなくなることはこのイベントが非常に退屈になることを意味すると断言した。 アリエワラ、ロシア3人娘の来季世界選手権への出場に、楽観論ロメディア報道。フィギュア女子ロシア3人娘の処遇とは、2022年世界選手権、フランスモンペリへの出場を禁止されたロシア勢は、23年の同大会、埼玉や26年、ミラノ・コルティナ・ダンペッツォ・五輪の出場枠について、同国メディアは楽観的な見解を示した。 写真、激切れ投稿に心配の声が上がっているプルシェンコ氏。フィギュアのロシア勢は同国がウクライナに侵攻したことを受けて各競技会への参加が禁止となった。ロシアメディア、ムクスポーツは次の世界選手権からロシアのスケーターの割り当てが奪われる可能性があると報じ、世界選手権の成績によって自大会や五輪に臨む各国の出場枠、 男女シングル最大3枠などが決まるため、出場禁止の影響が及ぶ今後を懸念した。その上で、いくつかのオプションがあると指摘し、楽観的なのは、椅子、国際スケート連盟が前例のない状況と、競技の不在が強制されたという事実を考慮に入れて、最後に参加した世界選手権の結果を考慮するとし、21年世界選手権。 スウェーデン・ストックホルムの成績をもとにし、23年大会に向けたロシア勢の出場枠を決めるというものだ。 ロシアには、北京五輪金メダルのアンナ・シェルバコは17、銀メダルのアレクサンドラ・トルソワ、17、ドーピング騒動で4位となった、カミラ・ワリエは15と、世界最強の3人娘をはじめ、実力者たちがひしめいているが、21年大会の結果をもとにすれば、23年の世界選手権に、最大3人の出場が可能という見解だ。もちろん、悲観的なのは、ほぼゼロのオプション。 つまり、一枠に戻るとも伝えていたが、ロシアフィギュアスケート連盟のアレクサンドル・ゴルシュコフ会長は、私たちは椅子からアスリートの出場停止に関する公式情報をまだ受け取っていません。他のみんなと同じように、私たちはウェブサイトで彼らの声明を読んだだけです。今、私たちが彼らから法的な説明を得ることが重要であり、 そうして初めて出場枠の割り当てにアプローチする方法について、ある程度の理解が得られるでしょうと語ったという。ロシア勢がいつ国際舞台に復帰できるかも不透明な中、国技とも言えるフィギュアスケートの動向は、同国内でも注目されているようだ。小解ロシアがフィギュア世界選手権の真裏に、国内大会開催決定、どちらが重要か投票、ロ報道。なんとも挑発的だ。 フィギュアスケートの世界選手権21日開幕フランスモンペリエから除外されたロシアが大会の真裏に国内大会開催を決定。世界的に物議を醸しそうだ。写真、激切れ投稿に心配の声が上がっているプルシェンコ氏。 ロシアタス通信は3月上旬に予定され延期となっていたチャンネルワンハイについて24日から27日までサランスクで開催すると同国フィギュアスケート連盟のアレクサンドル・コーガン事務局長の言葉を引用して伝えた。当初は20日から開催すると各ロシアメディアで報じられていた。 24日から開始となったことで23日から競技が開始する世界選手権のマウラカードになった格好だ。北京五輪女子金メダルのアンナ・シェルバコは17や銀メダルのアレクサンドラ・トルソは17ドーピング違反となった団体金のカミラ・ワリエは15らがこぞって国内大会に出場。ロシアではこっちが真の世界選手権だと軽蔑する声も ロシア、スポーツでは、どちらの大会が重要かの読者投票を実施中で、11日正午時点で、チャンネルワンハイが59%、世界選手権が41%で、ロシア国内大会を重要視する意見が上回っている。ロシア対世界のガチンコ対決となりそうだ。アリエはトルソワ。フィギュア最強軍団が、国籍変更か、ロシア重鎮コーチが示唆。 ロシアがウルトラシー作戦か、ウクライナ侵攻で世界のスポーツ界から除外措置を取られているロシアのアスリートが次々と国籍変更するかもしれない。写真、トルソワのバッキバキ腹筋。ロシアメディア、スポーツルによると重鎮として知られるロシア人口地のアレクサンドル・ズーリン氏58は状況は実に複雑で予測することは非常に困難だとした上で、 フィギュアスケートなどで大量遺跡は否定できないと話している。現在、多くの競技団体は国際大会でロシア、ベラルーシの選手を除外。すでに多方面へ影響を及ぼしており、実際に自転車ロードレースのロシア代表のパベル・シバコフは正式にフランス代表に国籍変更している。このままロシア勢が国際大会から締め出されれば、 最強軍団と言われるフィギュアのロシア勢が他国へ移籍せざるを得ないというのだ。女子シングルでは、北京五輪金メダルのアンナ・シェルバコワ、銀メダルのアレクサンドラ・トルソワ、4位のカミラ・ワリエワラ、実力者が幅を利かせ、毎年のようにジュニアからスーパールーキーが現れている。 すでに世界選手権23日開幕フランスモンペリエの参加を拒否され来期以降も活躍の場が失われる可能性もある。ツー・リン氏は選手個々の将来を見据えた上で大量遺跡の可能性を示唆している。またフィギュア界のみならず他競技でも同様の選択をするアスリートが出てきても不思議ではない。 ツー・リン氏は、スポーツに一生を捧げ、トレーニングと準備をしてパフォーマンスしてきた人たちが、国際連盟から世界大会に参加する資格はない。1、2シーズンも欠場することになると言われる。誰もが今後も祖国の国旗、国家の下で演技したいと願っているはずだと指摘した上で、フィギュアスケーターに限らず、すべてのスポーツマンが自分の欲望や思いで決めなければならないのだと、持論を展開している。 一方、ズーリン氏は世界中から批判を浴びる現状について多くの国際スポーツ連盟の動きは底知れぬものがある。とても不快だ。西側諸国はロシアのスポーツを貶めるためあらゆる手段を講じるだろうから私は驚かないなどと反発。最後はすべてが解決してチームを変える理由がなくなることを願って